ブルーミンデイズ。日々これ良き日。私たち人間は食べ物を食べる際、舌で甘味、塩味、酸味、苦味、そして旨味という5つの味を感じます。しかし私たちが感じる美味しさというのは、これらの舌で感じる味だけではなく、料理の香り、見た目や食感、噛む時の音、さらには食事をする際の雰囲気や環境など、五感をフルに使って感じていると言われています。実際に料理の美味しさを作っている主な要素は香りと食感で、風邪をひき鼻が効かなくなると、どんな料理も無味乾燥になるのはこれが理由と言われています。嗅覚と味覚は密接に相互作用しながら料理の美味しさを作り出しているため、香りがないと味の輪郭がぼやけてしまいます。私たちは鼻先から香りを感じられるだけでなく、口の中で食べ物を咀嚼しているときに喉越しから鼻腔に抜けてくる香りを感じることができます。これをレトロネーザルオルファクションと言いますが、ネズミや犬と違い、食道と気道が喉で交差しているからこそできる人間特有の技です。チンパンジーなど他の霊長類でも交差していますが、声帯の位置の違いなどの理由で人と同じようには感じることはできません。アンケートを取ると、五感の中で一番に最初に失ってもいい感覚はと聞くと、ほとんどの人は嗅覚と答えるそうですが、アメリカのグループが嗅覚を完全に喪失すると5年以内に死亡する率が他のどの疾病よりも高いという報告をしています。その原因は分かっていませんが、嗅覚を失うと多くの人がとても不安感を感じるためとも言われています。同じ生物種の匂いがあると安心感を感じるという実験結果もあり、強いストレスを感じたマウスは同じ動物であるマウスの匂いを嗅がせると安心してストレスが軽減するそうです。人間も同様に、同じ生物である人間の匂いを嗅いで安心していると考えられています。私たち人間は無意識の状態でも匂いの信号は鼻から脳に入ってきています。植物や動物が生きているこの空間にはたくさんの匂いが充満していて、私たち人間もたくさんの匂いを発しています。確かに悪臭はストレスですが、実は無意識のうちに嗅覚によって多大な恩恵を受けています。視聴覚が優位な人間社会では、長い間嗅覚は劣等感覚、匂いは排除の対象でしたが、近年ブリアサバランの美味霊さんに見られるように、美味しい食の快楽における味と香りの重要性が認識されるようになりました。鼻をつまんで食べてみてパッと手を離すと、レトロネーザルが上がってくる方向が感じられ、美味しさを感じるのは香りだということがよくわかります。今晩の夕食で少し香りを意識してみてはいかがでしょうか。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。